日本は、まあ、自分にとっても、まあ、思い出のある駅伝というか、まあ、好きな駅伝なので、まあ、去年とかはコロナで、まあ、あんまり沿道とかで応援もなかったんですけど、まあ、今年はあるということなので、まあ、地元福島で、まあ、自分の走りでしっかり福島に貢献できたらいいなって思います。自分の強みはスピードなので、まあ、どんな区間を任されても、まあ、ガツガツとした走りでいけるところかなと思います。東日本はまあ強い選手が集まるので、まあ、その中でもしっかり区間賞を狙って、まあ、今後のまあ駅伝とかにもつなげられるような走りをしています。